事実を知るための AI テレビノーボーダー、本日はバービーファンクラブジャパン代表のあずさバービーさんをお迎えし、ラッパーの KW 社員さんをアンカーに築地 AI スタジオから生放送でお届けしています。ここからは今日のオペードです。1本目のニュースですが、アメリカ大統領選の3候補が集会でイスラエル支持表明というニュースですけれども、これに関しては KW さんいかがでしょうか。もうこれはユダヤ人連合の政治献金集会なんで、ユダヤ人の耳に、聞こえのいいことを言うため の、出席だと思うんですね。で、その今大統領候補になってる、もちろんニキ・ヘイリーとロン・ディサンティスがいるんですけれども、はっきり言って今その下馬評で、その大統領候補っていうその土俵の上ではもうトランプにそのぶっちぎりで強くて誰もかなわないんですよ。だからただ来て一応挨拶してこれからもお願いしますっていうことだとは思うんですけども、であとやっぱ共和党っていうのは伝統的にイスラエルと付き合いが長い深い党でもあるので、やっぱりそのイスラエルが今そういう攻撃されたわけじゃないですか。一応攻撃されて人質も取られているということなんで、そこに対してはやっぱり寄り添って立つっていうことは言うし、でアメリカはそのこれも伝統的に中東と仲悪いからイラクとか、いろいろあるじゃないですか、リビアとかシリアとか、でもそういうのもあって、完全にここではでハマスに対してって言ってるのも、これもパレスチナに対してとかイスラムに対してっていう言い方じゃなくて、ハマスって特定しているので、やっぱりそのテロに対してのある程度の攻撃というか、排除しないことにはどうにもならないっていうことが言いたいだけだと思うんですよ。でもこの最後の方に書かれているヒズボラやハマスに対して一定の評価とか、トランプって意外に一目置くというか、相手でも立派なやつだったらそれが敵でも一目置くようなことを言うんですよね。敵に手を送るっていうの、そういうことをするっていうのも、それなりのやっぱりその相手に対しての、相手がトランプいざ会うときにどういう感じで会えるかとかっていうのも多分考えてはいるから、イスラエル無条件で 100% 支持するべきだとは言ってますけども、多分トランプは結構俯瞰していろいろ背後にあるものなんかもこう見て、最終的に決断するとは思いますね。でもただ結局この3人誰も大統領にならなければ、実際このことに対して何かこう行動に出ることはできないので、大統領になって何か考える、それにしても来年の11月が大統領選だから、今はこのイスラエルとパレスチナのこの事象が今年で終わるのか来年まで続くのか、それとももっと続くのかっていうことが本当は懸念されるべきだし、本当にこれが周りにイランだとかサウジとかレバノンとかどんどん広がっちゃうと、本当に第三次世界大戦でハルマゲドンみたいなことになりかねないんで、それだけはだからやっぱりイスラエルに住むイスラエル人、ニューヨークに住むアメリカのユダヤ人とかが停戦しろ停戦しろっていうのはすごく俺は正しい行為だと思ってて、だから僕今の共和党すごいあんまりよく思ってないんですよ。で僕いつも文句言ってる嫌いだった AOC が、アレキサンダー・オカシオ・コルテスが今回結構いいこと言ってて、ちゃんとリツイートしときました。なんか先ほどオンエア前にも、イスラエルとパレスチナの、なんか伝えられてない、日本ではなかなか取り上げられてないこともたくさんあって、検索していくと心を痛めてるとおっしゃってましたけれども、いやだからもうやっぱなんかアメリカのと日本やっぱ時間が違うから、朝起きるとアメリカの報道がこうツイッターとかダラララと並んでるんですよ。そうするともう、アメリカ のブロガーとかネットジャーナリストの人が上げてる動画が結構衝撃的で、これは何とかしなきゃなって思いながら、なんか朝こう床から出るみたいな感じなんですけど、でもみんな正しい朝の起き方じゃないですかね。今日は頑張るぞっていう。カウアン岡本氏が出廷のニュースです。こちらご覧になりました。これ僕ね、このガーシーさんがどういった罪状で今その被告になってるかっていうのはあんま詳しくわからないので、でもおそらく芸能人の暴露するしないで、脅迫ですかね、
でもだからそれもね、多分何を代わりに求めたかとかでもいろいろ違ってくると思うし、でもこれあれですよね、その上場証人としてあのカウアン君がお母さんと一緒に来たと。で、東谷被告のお母さんと一緒に。あ、ガーシーのお母さんと来たのか。そうか、そうか、そうか。なんかお母さんのことで泣いてたもんね。だからまあガーシー、まあまあ、なんていうブーメランというか、やっぱそれなりにそういうとこ行っていろんなことをやって、まあちょっと人を出し抜くようなこともしたんじゃないですかね。まあそれが返ってくるっていうまあことだと思うけど、でも彼が本当にこのカウアン君を YouTube で紹介したことがその後のいろいろなきっかけにつながってるんだとしたら、ちょっとやっぱ情状酌量されてもいいんじゃないかなと思いますね。でも同じガーシーだったら、あの東山の方が悪いんじゃないかって気がだんだんしてきててまあそこで言うとまた怒られるかもしれないですけど、はい、でもカウアン君はでも若いし、これがまたね40代50代のもうガーシーやられたっていう人だったらそこまで話聞いてもらえないかもしれないけど、カウアン君若くてやっぱなんか2枚目じゃないですか、いい顔してるからやっぱみんな感情移入してあんな子がってなるからね、まあ、ガーシーこれ手柄だと思いますよ。ただガーシーがやる前から文春とか再造とか、まあ、他の噂の真相とかそういうとこはずっとやってたわけですよ。で僕も普通に電車に乗ってるだけで、あの文春の釣り広告にそういうの出てたから、やっぱ2000年の中盤2000年前半ぐらいから気づいてはいたから、だから、まあ、ガーシーの手柄はもちろんあるけど、みんなとぼけてたよねっていうのを僕が一番思うところですね、はい。私、まあ、日本生まれ日本育ちなんですけど、子供の時はあの着せ替え人形ってバービー持ってなかったんですね。で中学生の頃にバービーに出会って、バービーインフルエンサーなりたいなと思って、あとは日本でバービー買うと結構高いんですよ。でそうなんだ、これアメリカ引っ越した方が安いんじゃないかなと思って、はい、以上ニュース解説でした。